絵が全く描けないっていうことに気づいてどうしようかなと思ってる時に、そのまあパンクロックだったりハードコアっていうものの、そのレコードジャケットとかフライヤーとか見てると、あの絵じゃないものがすごくいっぱいあって、でそれがこうあのまあ切って貼ってるだけっていうもので、ああこういう手法でもやり方によってはそのいろいろできるんだなっていうところでコラージュを選んだ感じですね。シュレッダーの作品があるんですけど、モザイクと一緒で引くとなんか1枚に見えるんですけど、まあ、近くに行くとあのそれが全て破綻してるっていうか、こう何ですかね、こう崩れ落ちてる感じなので、その一つのレイヤーじゃなくて 何層にもなってるなって、あの1枚の絵になってるので、うやむやにさせてた部分とか結構あったんですけど、題材も結構こう誰が見ても分かるような形でやろうかなと思って、その他に過去にあの作ってあの売れちゃって手を離れた作品っていうのを、あえて青焼きをその建築家の方たちが使うあの印刷方法があるんですけど、時間が経つとこう変色してあのどんどんこう色味が変わっていったりとか、退色しちゃってほとんど見えなくなっちゃったりとかするんですけど、もともとこう一点物の作品なんですけど、もう自分の中ではこうお金に変わって消費されているもの で、それ をなんかもう一回焼き直して、さらにそれを消費させるというか、こう作品を作り始めてから今まで一貫してあるその消費っていうもののコンセプトが自分の中であって、それを意識し始めたのは、音楽がやっぱすごいでかくて、その中学生の時に聞いた、それがもうそのパンクロックだって、あのジャンルの中の一つのやっぱテーマってそこをもうその消費だったりとか、10代の頃とかはなんかもうそういうとこに入りたくないとか、どうやってそこをに属さないようにすればいいのかとか、なんかそれに反発することばっかり考えてたんですけど、もう無理なんですよね。そこから抜け出すっていうのも無理だし、そこから外れて生活していくことって無理で、それを使ってどうなんかこう遊んでいくかっていう、なんかしかもその、まあ、自分の作品でなんかどんだけ振り回せるんだろうっていう、まあ、それもでも一つの自分の多分作品作ってるテーマの一つでもあるのかもしれないですよね。